自分にとって本当に大切なものは何なのか。2021年1月スタート、フジテレビ木曜劇場知ってるワイフをご紹介します。結婚生活こんなはずじゃなかったと悩む共済家の主人公が、ある日タイムスリップをして妻を入れ替える。そんな奇跡をきっかけに本当に大切なことを模索するファンタジーラブストーリー。主演はフジテレビ系ゴールデンプライム帯の連続ドラマ初主演となる関ジャニ∞の大倉忠義さん。その妻役にはフジテレビ系連続ドラマ初ヒロインを務める広瀬アリスさん。お二人とも今回が初主演となります。知ってるワイフは韓国の有料チャンネルで2018年に放送され、有料放送にもかかわらず同時間帯視聴率第1位を獲得した人気ドラマ。このドラマはアカデミー賞作品賞をアジア作品で初受賞した映画パラサイト半地下の家族や、昨年日本でも人気を博したドラマ愛の不時着を世に送り出したドラマ制作会社スタジオドラゴンが手掛けています。青い銀行に勤める剣崎元春は結婚5年目で2児の父親。職場では上司から、家庭では共済美代から怒鳴られ、毎日不満を抱きながら日々を過ごしています。新婚当初はラブラブな生活をしていたはずなのに、気づけば毎日美代の罵声に耐え忍ぶ暮らし。仕事帰りにはため息をつきながら家路につき、友人と飲みに行けば妻の愚痴をこぼす。結婚して幸せそうにしている同僚を見ると、自分は結婚相手を間違えたのではとすら思ってしまう。ファミリーレストランで働く妻の美代は毎日仕事、家事、育児に追われヘトヘト。仕事を理由に家事や育児に協力的ではない元春にイライラ。父の法事に来なかったり、お願いした子供の保育園のお迎えを忘れたり、酔っ払って帰ってくることもしばしばで、相談事もまともに聞いてくれもしない。昔はとっても優しい人だったのに、なんでこんな風になっちゃったんだろうとため息。そんな生活を送っていたある日、元春は大学時代に男子学生から大人気だった後輩江川さやかと偶然再会し、さやかから昔好きだったのと告げられ、元春は彼女を選んでいたらと後悔を募らせます。後日元春は街で出会った謎の男に、人生は変えられると500円硬貨を渡され、突然大学時代にタイムスリップしてしまいます。元春は結婚相手に違う相手を選べば、今の不甲斐ない日々の生活を変えることができるのではと目論みますが、果たして元春は人生をやり直して幸せな暮らしを手にすることができるのでしょうか。共演者には滝本美織さん、松下洸平さん、川栄李奈さん、生瀬勝久さん、片平渚さんなど豪華キャストの出演が発表されています。元春の大学の後輩、マドンナ的存在だった江川さやか役には滝本美織さん。大企業の社長令嬢で、卒業後はアメリカに渡りチェリストになります。久々に帰国した時に元春と再会し、昔好きだったと元春に打ち明け、元春がタイムスリップした後の人生では元春の妻になりますが、元春の庶民的な生活水準が合わないのが彼女の悩みの種。チェリストになることへの夢を抱いていたものの、
元春と結婚した後は非常勤講師としてチェロを教える大学講師に。青い銀行で元春と同期、良き相談相手の津山千春役には松下洸平さん。津山は若い頃は女性関係が少々派手なプレイボーイでしたが、結婚後は双子も生まれ良きパパに転身。元春がタイムスリップした人生でも同期の仲間ではありますが、自由な恋愛を楽しみ気ままな独身貴族になっています。独身のミオに出会い、ミオに猛アタックするも元春には大反対されてしまうという役どころ。元春の5歳違いの妹剣崎渚役には川栄李奈さん。物事をはっきり言う明るくて面倒見のいい性格で、兄元春のフォローや義姉ミオへの気遣いもできるしっかりタイプ。公務員試験を毎年受け続けているが、なかなか合格できず、結婚にもさほど積極的ではない。タイムスリップ後の人生では結婚している模様。元春にタイムスリップのきっかけとなる500円玉を渡す謎の人物、小池良二役には生瀬勝久さん。ホームレス風の怪しい風貌ですが、作品の中で素性が少しずつ明らかになっていくそうです。ミオの母立石久枝役を演じるのは片平渚さん。明るく元気な肝っ玉母さんですが、夫の急死をきっかけに認知症を発症、現在は一人暮らしをしています。元春のことも我が子のように可愛がってくれる家族思いの優しい人。タイムスリップ後では認知症は患ってはいるものの、その症状は落ち着いており、独身のミオと同居しています。元春のタイムスリップに気づいているような。主役の大倉さんはこのドラマの放映にあたり、このようなご時世の中で周りの大切な存在を改めて感じた方も多いのではと思います。ドラマを見てくださる方にとって、身近の愛している人だからこそもっと大事にしようと再認識できるようなきっかけになれれば嬉しいです。自分たちも考えながらやれたらなと思いますし、明るく楽しいドラマになればいいなと思います、とコメントしています。タイムスリップというファンタジーな世界観ですが、内容はとっても身近で多くの人がきっと共感できる。主人公の過去に戻って人生をやり直したい、あの時こうしていたら今頃どうなっていただろうという気持ち、自分にとって本当に大切なものは何なのか、誰かと共に生きていくということはどういうことなのか。このドラマを見終わった後、きっと優しい気持ちになれることでしょう。主題歌は関ジャニ∞の君と見たい世界。2021年1月7日木曜日、フジテレビにて夜10時から初回15分拡大スペシャルです。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。